事件から175日、4人を殺害したとされる男が起訴されました。事件からおよそ半年となる青木被告の自宅です。自宅の前には今もまだ規制線が張られています。手つかずの状態です。家の中にも人気はまだありません。事件が起きたのは5月25日、中野市江部で近くに住む女性2人が刃物で刺され、駆けつけた警察官2人が猟銃や刃物で殺害されました。下がってください。この4人を殺害したとして逮捕・起訴されたのが、中野市の農業、青木政憲被告です。現場となった工場は今スキーやスノーボードのレンタル業者が倉庫として使っています。その目の前の畑にはネギや大根などの野菜が育っていました。なかなか伸びないから売れてみた。何回くらしくれたか分かんない。この畑を所有する女性です。事件を思い出してしまうためしばらく畑に行くことができませんでした。その影響で作業が遅れ、いつもなら収穫できる時期のはずが、満足のいく大きさには育っていないそうです。忘れることはできないですね。忘れようとはしてるけど、多少前と違ってこの辺もお散歩する人もいるし、ランニングする方も増え、徐々にですけどね、少しずつね、やっぱしのどかな風景というかね、そういう生活が戻ってこればいいかなって。起訴状によりますと、竹内靖子さんと村上幸恵さんは胸や首などをナイフで何度も刺されて亡くなりました。妻、母は刃物で何箇所も切られ、刺され、骨の一部が地面に落ちていたほど残忍な死を犯人から受けました。朝起きれば朝食が用意されており、一緒に食べ、畑に一緒に行って作物を作ったりしていました。何気ない日々でしたが、このような形で妻、母を失い、何気ない日々がとても幸せだったと思います。何の罪もないのに体を貫通するほどの強い力で何度も何度も刺されました。恐怖でたまらなかったことでしょう。怖くて苦しくてどれだけ痛かったことか。せめて一度でもいいから会いたい。でももうそれも叶いません。4人を殺害した後、自宅に立てこもった青木被告。追っていってください。投稿のタイミング、被告の近くには白い飼い犬がいました。犬がこの日は自宅に戻っていました。関係者が家に出入りしているということなのでしょうか。さらに青木家の所有する農園で草刈り作業をする男性の姿も。青木さんから頼まれて仕事をここだけやってくれって言われてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、青木被告は逮捕後、刑事責任能力の有無を調べる鑑定留置を経て16日に起訴されました。今後の流れについて刑事訴訟法が専門の信州大学丸橋翔太郎教授に聞きました。まさに今弁護人側が、証拠を精査しているところだと思うんですけれども、その証拠に接して弁護人がどういうふうな主張を組み立てていくかということがポイントになってくると思います。裁判では事実関係は争わないと見ています。争点となるのは、今回死刑の可能性がある事件になりますので、一つはやっぱり量刑の部分が争点になると思います。
量刑を争うにあたってやはり実質的にもどういう精神状態だったかっていうのは大きな要素になりますので、責任能力の点を含めてそこが中心な争点になっていくことは間違いないと思います。で、特にポイントになるのは犯行時に備わってたかどうかですので、犯行時のいろんな資料、どういう行動してたかとか、そういったことも含めて検討していくことになります。担当弁護士も刑事責任能力の程度や罪の重さを争うとしています。裁判が開かれる前には検察側と弁護側で争点や日程などをすり合わせる公判前整理手続きが非公開で行われます。ただ事件の重さや複雑さから裁判が開かれるまでに時間がかかると予想されます。例えば去年埼玉県ふじみ野市で医師など3人が散弾銃で撃たれるなどして死傷した立てこもり事件では、初公判までに1年3ヶ月。横浜市の旧大口病院で患者3人が殺害された事件では、2018年7月の逮捕から初公判が開かれるまで2年10ヶ月を要しました。一般的にはこの手の事件だと、1年は今までのケース見るとかかってますので、2年を超えるケースは結構ありますので、本件やはり1年ではちょっとなかなか難しいのではないかというふうに思いますね。